はい、どうも安穂と申します。さあ本日はですね、前回宣言した通りこちらグラムプライムのビルドを紹介していきます。これね、海外ではトップティアの武器の一つって呼ばれてるんですけれども、確かに火力が凄まじいんですよね。特に一撃一撃が本当に重たくて、基礎ダメージの高さとクリティカル関係の良さ、そして両手持ち系の武器なので、スタンスでね、一個一個の攻撃の倍率っていうのが比較的に高いんですよね。そういうのもあって、切断のダメージがすごいことになるんですよね、この武器。ただし前回ガラティンの時に説明したと思うんですけれども、ガラティンプライムの時って、切断の割合が 95% もあったんですけれども、グラムプライムはですねちょっと低くて 75% なんですよね。なのでその 75% で切断が引けなかった時、そしてさらに攻撃速度もめちゃくちゃ遅いんですよね。バーサーカーとプライムドフューリー2枚付けしたとしても結構遅くて、手数で攻めれない、攻めにくいんですよね。出なかった時が結構厳しいかなっていう武器となっております。ただし出たらものすごい火力が出ますね。でスタンスの方はね、ガラティンプライムの時と同じでテンポロイヤルのニュートラルコンボで戦っていくことになりますね。手数と倍率、そして時間の関係を考えたらテンポロイヤルのニュートラルコンボが一番いいのかなという感じですかね。で一つね、前回言い忘れてたんだけど、エアアタック、空中攻撃も結構使い勝手がいいんですよね。特に当てやすいっていうところで、クローネンの時のなんだっけ、スタンスほどではないんですけども、強さとしてはなんだけど結構当てやすいっていうところですかね。一応さ、ステータスご説明していきましょうか。まずはクリティカル関係ですね。クリティカル確率が 32% の 2.6 倍となっております。倍率すごいいいね。さらにクリティカル確率なんですけども 32%、 これもね結構重要になってきて、やっぱグラムプライムって攻撃速度遅いじゃないですか。なのでビルドの方で攻撃速度2枚付けした時ってどうしてもクリティカル関係を落としていかないといけないので、ブラッドラッシュプラスグラディエーターマイトンの2枚だけでも結構赤クリが出てくれる数字になってくれるんですよね。ほぼほぼ赤クリが出てくれるような形なので、この 32% っていうのはすごいグラムプライムにとってはでかい数字ですね。さらにね、状態異常確率が 32% となっておりまして、グラムプライムって決してね、切断の割合がものすごい高いっていう数字ではないので、この 32% のおかげで多重で状態異常がかかってくれたりするので、その時に切断が出てくれたりするんですよね。基礎ダメージはね300なんだけど、切断の割合の次に高いのが衝撃となっててるんですよね。これ地味に嬉しいところで、やっぱグラムプライムって攻撃速度遅いので地味に被弾率があるんですよね、どうしても。なんだけど衝撃の状態異常をかけてよろめかしてみたいなこともできるので、結構重要なポイントですね、衝撃が高いっていうのも。ビルドはねこんな形になりました。前回のガラティンプライムの時と全く変化はないんですけれども、これフォーマスいくつだ、なんか無駄につけてる気がしますね。あとね、一番ねリスナーから質問いただくのが、60属性の複合モッドで感染をつけないんですかっていうご質問結構いただくんだけれども、それつけちゃうと切断の割合が減っちゃって切断が出にくくなっちゃうんですよね。それだったらセカンダリーとかを使って感染をスタックさせてで近接で殴っていった方が結果的に DPS 上がるっていうところなんですよね。正直今の近接って、鋼以外だったらこの状態でもバンバン敵倒していけるっていうところなんだよね。感染を付与したい敵って結局のところもう鋼の敵ぐらいになってくるので、てな感じかな。このプロテアローリングなんかおかしくない？あれ？なんか、全然進まないんだけど、このローリング。おかしい。あ、ちなみにですね、全く動画とは関係ないんですけれども、鋼いつもやってるので、何個ぐらい溜まってるのかな？あ、2100も溜まってるわ。よし、見ていくべ。アリットヘビーガンナー180レベル20体で、まずは見ていくんですけれども。まあ、グラムの時よりかは、切断のね、ダメージっていうのが高いね。1万なんぼとか平気で出してるね。これ3万とか当て方によっちゃ3万とか4万とか出るんじゃないですか。あ、2万とか出てるね。
オッケーオッケー。やっぱ火力としては高いね。ただ切断をガンガンかけていけるのはガラティンって感じだね。うん。でやっぱこうしてみるとさ、結構ガラティンの時とかと比べて赤クリ結構出るじゃん。こうしてみるとやっぱそういう違いもありますね。俺思うんだけど、アリとヘビーガンダで見ていかなくてよくね、もうこのレイルジャックの強いやつだけで見てった方がいい気がするんだよな。多分これもすぐでしょ、ガラティンでねパパパパ倒してたから、あ、もう余裕ですね。やっぱ火力としてはすごいね。一応感染のスタックさせて見ていこうか。やべ、殴りすぎた。今の見た？なんか50万とか見えた気がするんだけど。え？俺の目おかしくなった、ついに。いや、出てもさ、20万とかでしょ？普通。すげえ綺麗に当たったんだろうな、今の。多分一番倍率高いところ当たったんだろうけれども。50万も出るか？あ、でもなんか、ちょくちょく20万とか見えるな。倍率高いところで当てたら。あ、なんか、今も50万出た気がする。いや、40万とか今出てたわ。あ、じゃあ出るんだ、綺麗に当てたら。わお。いや、予想以上に火力出ますね。ニカナプライムの時とか何本ぐらいだったっけ、20万ぐらいまでが限度だったんだけど、それに比べたらそんなに出ちゃうんだこれって感じですね。いや、びっくりしました。予想以上に出てたね。はい、ということで、ぜひね、まあもう少しでプライムボルト終わっちゃうと思うんですけれども、今のうちに、入手してみてくださいということで、以上、野草でした。それではまたね、バイバイ。